戦闘開始。よし、その体は素晴らしい。オロチマル様の力が溢れてくる。ええ、そのつもりです。月影の孫娘か。君も本気に使えそう。うけえ、なんだこいつ。その程度では僕を止められない。以前よりも動きがつかみにくくなっている。やかな、この戦いももう終わりが見えてきてね。勝ち残るのはどちらか。結末が楽しみだ。よし、いいぞ。今勝負を決める。木遁も火の意志もこの胸に引き継いでいる。勝負あり。よし、手応えありだ。これで終わりだな、カブト。当たり前だ。あれだけ痛めつけたんだぜ。ヤマト、油断大敵だったね。ヤマトはいただくよ。クソ、あいつまだ周辺にいるはずだ。そっちはどうだ。ダメでした。ああもう、なんでこうなるんだよ。逃がしたのか。ああ、ヤマトっていう木遁使いが連れて行かれちまった。そっちはどうなんだよ。それが突然消えてしまったんだに。デイダラのやつも足止め役に過ぎんということだ。役目が終わった今、カブトが術を解いたのじゃろう。しかし九尾と八尾まで深追いせずか。尋問用の人質目当てか、その木遁使いが目当てだったかは分からぬが、問題はそのヤマトから情報が漏れるかもしれんことだ。ヤマトは簡単に情報を取られるようなやつじゃない。そんなこと言っとんじゃない。相手がマダラなら強い道術がある。やつの道術にかかれば太刀打ちはできん。そんな。手土産がかなり違うようだが、キュービを連れてくるんじゃなかったか。確かにそうだけど、こいつはキュービの見張り役で機密情報も持っている。それにこいつがいればかなりゼツたちを強くすることができる。無理をするより、こいつを捕まえた時点で効率の良い方を選んだ。あんたたちにとってね。
なら早くしろ。この左目が戦争を欲している。